いいね、わかりやすい。あ、これの窓かな。ゆる古墳ファンの皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回のゆる古墳50は、根形埴輪が国宝になった三重県松阪市の宝塚古墳3本立て最後の後編です。3つともいいねいただいた方、感謝いたします。前編が船形埴輪、中編が宝塚古墳、後編が埴輪館の続きです。動画では平成11年からの古墳整備で見つかった縦型埴輪や衣笠型埴輪の紹介、博物館の展示物です。また子ども埴輪展もありますので紹介させていただきました。三重テレビのニュースで埴輪として3つ目の国宝と紹介されていました。私なりに調べてみると、1つ目は大井埴丸くんや大魔神で有名だった慶光武神、1974年に国宝に指定されております。2つ目は2020年に指定の綿貫観音山古墳出土埴輪群で、特に中央の三人道女が有名です。そして3つ目が今回紹介してきた船形埴輪を中心とした宝塚古墳の埴輪群です。人物以外は初めてだと思います。概要欄にそれぞれの紹介リンクも貼りましたので、興味のある方はご覧ください。すが埴輪館、縦型埴輪の発見。あ、回り出したよ。くるくるくるって。平成11年古墳整備のため、発掘調査が地面を掘り下げていくと、多くの埴輪の中に縦型埴輪がありました。あ、なるほどね、ここで見つかった。ここ現場所。おお、縦の表面を見てください。線が描かれていますね。いいね、わかりやすい。あ、これの窓かな。新潟ハニはこの間パツキのハニコットにもあったよな。2階建てに見えますが、1階部分は高い床を表しており、高床式の建物です。鳥さんの羽みたいな。これは衣笠型埴輪、鬼神に差し掛ける日傘のようなものを表す。権威のシンボルとして意味を持つから、衣笠は王の場所を示しています。あ、なんかいっぱい住んでる。古墳での水の祭りか。古墳の作り出しでは、亡くなった王を弔うさまざまな祭りが行われました。作り出しの周囲には、その祭りのために埴輪など多くの飾り付けがなされたことでした。道水作り出し東側の埴輪か。恋型埴輪、横に家型埴輪が置かれ、そこを中心に埴輪のまとまりが見られます。恋型埴輪、家型、結構たくさん見つかってるよね。埴輪館は110円。高いか安いか。子供は無料。安いかな。あれ、可愛らしいね。これ鳥さん。鳥さんたちが。ニートさんはなんだこれは。祭りの後かよく見つ。鳥型は作り出しに。高槻型とザル型は公園部の墳長部にあったと。ニトさんはここか。あ、なるほどね。すごいな、埴輪か。あの作り出しにこの祭りのね、あ、めっちゃ可愛いな。なんだこれ。可愛いね。なんかすごいミニチュアみたい。シルバニアファミリー。あ、これか。さっきの一個一個すごいな。140点に及ぶ埴輪が当時の配置のままで見つかっておりますか。家が多いな、やっぱり。ここにはお相撲さんとかいないもんな。あ、日本風がちっちゃいね。かわいい。さてが一式古墳。作られた時期は、出土した埴輪5世紀前半。1号墳の後継者のものか。静かやな、お客さんおる。お、中井先生、すごい。宝塚の古墳についてのやつが多い。あ、弥生土器の方が軽い。重たい。弾きと末液。あれ、弾きと末液は何が違う？末液は軽いやつ。あ、軽い。どっちも軽い。
あ、時期が一番新しい。あ、円筒ハニー大きいね。ちょっと時が出土した場所、松阪市文化センター。あ、ここにはあるやん。ほぼ同じ大きさかな。あ、書いてある。職員の。あ、そう、やっぱ実物だよね。大きいもんね。上手。へえ。マグネットない。線、押し、横や。横書き、縦書き。縦書きって、まあ、横でもいけるけど。縦。これ横じゃない。あ、これ横。ちょっとこれ人物ハニーは、こちらはいいよ。人物ハニーはやっぱ出たんじゃない？かわいい。今日本日は54人目。かわいいね。お馬さんは売ってない。ありがとうございました。ここにいっぱい。ハニワ作りの会すごいな。こんにちは。あ、すごい、かわいいね。小学校さんで作っとるやね。ああ、東博の。それが所蔵品であって、これをなんかこう、あの作るときにちょっとね、こんなのがあって。見本でね、で出すとね。で、この踊る埴輪っていう。あ、なるほどね。そう、確かにそういうイメージなのかもね。えらいそういうのが多いなと思って。ね、船、せっかくやから船作ったらいいね。じゃあ船難しい。難しいね。面白いね。歩いて行って、あ、上手やね。やっぱりレベルが違うもん。すごいね、やっぱ違うね。色味が確かになんかいろいろ色が出てもいいけどね。次回ゆる古墳は飛ばしてしまった今度こそ犬山市の青塚古墳です。妻の夕飯の手伝いもせずに中編を作ってしまったので、雨が続くのでゲームでもしようと思います。もしくは3月末にテスラモデル Y ロングレンジの9月末納車12000キロレビューの動画を作るかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。でも青々してて綺麗。